マウントですか。似た数字なのやべえな。確かに。めちゃくちゃ団子になる。団子じゃん。え、MR どうやって見たの？あのね、あの詳細から見れます。あ、詳細から見れます。リークポイントあれ、リークポイントがリセットされるんでしたっけ？マスターレートがリセットされるのか。マスターレートじゃない。マスターレート。次からマスターじゃない。もうリーグポイント意味ないよね、これ。やばいよね。確かに。そう。溜まっていく一方。これでコス買わせてほしい。確かにね、これでこのポイントをね、なんかちょっとあれして。確かに。ね。確かに、なんか LP10 万超えるぞみたいな、なかったよ。なんか、MR が追加されて、気づいたら言ってました。朝何も食べてないな、一応。何時起きた？10時です。10時入って風呂から。え、こっちから10時20分ぐらい。娘に起こされます。いいね。え、何て起こされたの？カンチャーっつってケツにやな、思いっきり。つぶって。いやーっ！やばすぎる。朝からいや起きた時から元気だよな、子供って。めっちゃいいな。起きた瞬間から飛び跳ねてるからな。いやそうなんすよね。やばいよ。開幕100なんすよ。ね、元気が。体力無限だよな。無限。え、でも元気なんじゃないですか、和男さんとるの。いや元気なんだけどさ、まあでもいきなりスイッチ切れるけどね。まあ、確かに眠くなったし、急になんかもうブスッとして、うん、トロンとしてパタッとなりますよね。そう急に機嫌悪くなったなってなんか。そう。わかるわかる。ぐずり出して。ぐずるとさどうなる？なんか、そうなんかいやさすがわかるもんな見てて。いや機嫌悪いなって思う。機嫌悪いなって。あ、なんか何でも嫌だみたいな感じで言うってことですか。今日やんないみたいな。まあテンション高くなったりもするけど。なんかもう理不尽になる、大体。なんかさっきはそれ喜んどったよみたいなこともなんか、あーとか言って泣き出す。めっちゃ可愛い。こないだ、家族で買い物行っとって、マリオのさ、カートに乗って車走っとるじゃん。うん、あー、走ってるね、はい。であれ俺が見つけて、あ、マリオやってたら、娘の高さから見えんかったんですよ、ベビーカー見とったんで。あー、はいはいはい、はい、そうで、それでちょっとなんか一回イラッとしとって、うん、見えんじゃんとか言って、うん、で、その前にガチャガチャしとったんですよ。はいはいはい。でそのガチャガチャで出たやつをなんかくれって言い出して、はいはいはい、そこになんかメロンパンナちゃんと食パンマンみたいな、ジャンモリさんだっけな、なんかどっちかのやつをくれとか言い出して、はい、ないよそんなんみたいな、はい、さっきやらんかったじゃん、じゃあどっかにあったんかなとか言って、じゃあ後で見に行こうかっつったら、やだーとか言ってもうめっちゃ泣き出して、おで家帰って、家帰ったらなんか娘がママのとこにあったとか言って、家にあったおもちゃをもう見せてきたんですよ、うん、それがメロンパンナちゃんの食パンまでだったんですよ。あーはいはいはい、はい、でなんかその場にあると思っとったらしくて娘は、はい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 、でも実際なかったみたいな、なんかそういう結構理不尽なことでブチ切れ出してガン泣きする。その時ガス君どうするの？うるさいなーみたいな。俺と嫁がうるさいのーと思いながら、ああ、うん、ガチャガチャ行こうかっつって。あ、そう。やるしかないからね。積むからね、ガチで。ガチの積み来るから。もうガン泣きすごいよ。あ、もう泣くの確定する瞬間。いや、そうどうしようもない瞬間ある。泣く、うん、泣き確で、うん、で、もう数秒後にはこの金切り声に変わるなっていう、うん、ああ、なるほどね。全力出してくるけど、向こうの勘違いで済む時あるから、うん、そうこれは怖いな。今、すぐに出せるおもちゃ何個かストックしてる。いいね、アンパンマン系。アンパンマン強いからな。アンパンマン強いっす。え、アンパンマンのぬいぐるみ集めてます？集めてる。俺もう、俺コンプ目の前なんですけど、あれ。コンプまで行ってた。うちはでもアンパンマンは好きだけど、はい、他はそんな興味示さないには。あ、マジっすか。
アンパンマンは好きだけど、別になんか食パンマンとか全然興味ない。アンパンマンオンリーなんですよ。アンパンマンオンリーかな。なんならバイキンマンも結構あるんだけど、はい、バイキンマン多分敵だと思われてないんですよ。アンパンマンのマブダチだと思う。釣れみたいな。そう。なるほど。深いな。キャラえぐくないですか、アンパンマンのキャラ。カスえぐい。てかもうこれガチャガチャ入れんなよ。いや、そうそうそう。誰だよこいつみたいな。種類多すぎだろ。最近、いやもうキャラ覚えてきて。ああ、はいはいはい。そうそう、いろんなキャラおって、小結びマンとか、おむすびマンとか。しかもガチャも、まあ、釜飯丼は釜飯。釜飯より釜飯。釜飯とね、なんかいろいろその派生が何キャラ。天丼マンとね。天丼マンとか、そうそうそう。天丼マンね。長ネギマンとか。マンつけりゃ無限出せると思う、ね。いや、そうそうそう、ほんまにそう。まあ、集めたいってなったらきついね。してるよ、だから。なんかあれね、一応全種類集めるのにね、6万ぐらいかかるんですよ。え、そんなかんの？確かに、ね、確かに計算したんですよ、嫁と。これ全部集めるのにいくらかかるみたいな。はい、はい。5、6万で集まるんですけど、もう残り2体ぐらいなんで、俺。やばえ、それやばいな。でもそれ、めっちゃうまく出てる6万でしょ。あ、いや違うですよ、あのぬいぐるみなんで、あの普通におもちゃ屋で売っとるあのぬいぐるみ、アンパンマンの、そう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 、はいはい、あれを全部集めるとそんぐらいになるんですよ、ね、はいはいはい。毎回行ったら買って、まあ毎回そうよね、行ったら買うことになるよね。そうなんすよ。最近はもう絶対メルちゃんとかですけど、メルちゃんメルちゃんってやな、あのね、お人形。あの赤ん坊ですか。赤ん坊です、そうそうそう、はいはい、あれをね、あのなんか娘が最近ようやくおまるでおしっこできるようになってきて、うん、おーいいね、うん、そう、はい、でおまるでおしっこできたら、なんかじゃあメルちゃんのこの好きなもん買ってあげようって言ったんですよ、はい、次の日にして、で、お偉いねっつって今までしてなかったんですよ、そこで。あー、はいはいはい、そうそう、次じゃあうんちできたらまた私の買ってあげようって言ったら次のにしたんですよ。あ、いいね、計算、いいね、計算してますわ、多分。今までしたくないとこないとかやったのに、はいはい、味しめて、まあ、あるよな。アンパンマンはね、やっぱなんか子供がやっぱすげえ認識しやすい顔してるらしいよ。なんかね、丸のね、形はね、認識しやすいらしいっすよ。らしいよ。ミッキーとかトーマスとか、はいはいはい、ここら辺顔丸い。確かにトーマスも丸いな。そう、この会話だけでもうもうカズとガチ君がベタ惚れってのは分かった。